イカのガイドに従ってデフィユの製品サイトでウィントークンでスプリットライセンスを購入する方法について説明します。ウィントークンによる購入は取引量には反映されませんのでご注意ください。ではデフィユ .com にアクセスしてください。右上のサインボタンをクリックしてログインします。ダッシュボードが表示されます。ページを下にスクロールすると購入可能なライセンスのリストが表示されます。適切なライセンスを選択し、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。支払い方法を選択するように求められるウィンドウが表示されます。ウィントークンを選択し、同意事項にチェックを入れ、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。表示されたウィンドウには、ウィンでの金額と入金先ウォレットアドレスが表示されます。アドレスはモバイルアプリからトランザクションを送信するための QR コードの形式でも利用できます。指定されたウォレットに必要な金額を送金します。画面に表示されている正確な金額を送金してください。支払い完了の通知をお待ちください。購入したライセンスは My License セクションで確認できます。ライセンスを有効するには My License メニューセクションに移動し、購入したライセンスを見つけてアクティベートボタンをクリックしてください。アクティベーション履歴を確認したい場合は、アクティベーションヒストリータブに移動してください。ご質問がある場合は、いつでもサポートにお問い合わせいただけます。